はい、できた。やりたいのは山々やけんど、実際人間がおらんきんできんということですわね。若いもんがおらんからできんと。これなかなか年配がやれるもんじゃないきんね。生まれここです。盛ん壁塗ったり屋根やったりそんなことです。ずっと羽でやってました、ね、いや遊び寄っても仕方ないし、なんか仕事探そうかなと思った時、ちょうど親方が弟子に入らんかなって来てくれて、それから行ったん15かな。まあでもやると思ったらやるけど、今仕事のうなったんやんか。だん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 仕事がのうなって、それからもうこれでめちゃ食えんとこで仕事を変えたんよね。49歳までやったかな。それから森林組合に入って17年間やって、今は農業で。だから若い時はね、やっぱり都会出ていきたいわね。いてもやっぱり僕らここへ帰りたかったね。同級生が11人も家残ったのと、あれ後でも出ていてもらう。高校卒業したり大学行ったりで、それから帰ってこんがね。そのうちのなったがもおるし、人災館にて羽の八幡様で10月の15日か、それに奉納してたんですよね。うちのこの獅子舞とお僧の引き舟、それと上りの花歩み、それが一対になってから行事が始まりますわね。一日に何回かやるんですか？2回で終わりですよ。お宮でやって浜宮いうところがあるのに、羽がそこ行って、僕らもアホやきん聞きもせんけんの話もないわね。まあ踊りだけは昔から人の言い伝えみたいなもんで、やりようがあるもんでね。ごくご法上みたいな感じで始めたが違うかな。そうは前言ったけど、市役所に記録があるって言った。その、300年ば前、江戸時代に神祭へ奉納されたっていう記録があるってことが言う。それが一番古い記録らしいよ。獅子舞を、まあ、天外子が始め起こすのね。ネオがあれ怖い金ともで見持ってしよって、獅子舞を起こして、それからの流れになっていきますがね。蹴回しやって、起きて、まあ休むような感じでとことこ回りって、今度ら材をかましたり、獅子舞転がしたり、それから傘で手外子が自分の身を隠したり、最後にあるのなのかな、手外子が獅子舞に参りましたって謝るような感じですけどね。4人いるからね、獅子舞を一回やるのに。ほんでまあ獅子頭と後馬と手外子と太鼓打ちがいきますわね。早いものは獅子頭は19歳ぐらいからやった人もおるし、文ちゃんが一番最後にやったら45歳やったかな。若い人にどっちも使ってくれって言う時だけど、若い人がようやらないんだけど、年配がやった。大体二十歳から25の間でやった方が楽なね。年にできたら偉いですわ。みんな定年に入って、ある程度の年が来たらね、やろう、たっぷりやろうとは思うけど、最後までやりきれるろうかという不安があるの。ほやから、なかなか手を挙げる人おらんのよ。つらい言うまいない。大ちゃんだけやな、手挙げたが。大ちゃん。頭は悪いね。そんなのがおらなんできん。賢いがね、もんじゃんなみたいな。抜けたかやなくて。何年前から20。わからない。だけど。これとこれがそうか。これ1回目、2回目。で、これが僕で。あ、これが大学。これも、これが僕の2回目で。うん。いくつぐらいの時ですか、2回目。2回目31か、30か31の時。
6年空いてるね。ここからまた9年ぐらい空いて、子供の写真もうちにはあるけど。おんぶせないかんきんね。でかい子、ちょこっとの間。ほんであんまり太いのはいかんね。やばい、細いやつやったら乗った時、かっこいいやんか。で、だいたい中学校の2、3年、まあ腕力もなけりゃいかんし。師匠に全部頭から足の先まで寄せてもらって40分ばかかるかな。それをずっと1ヶ月習いますがね。今日はここからここまで、だからまた明日になったらここからここまで段階踏んで習いますがね。そのうちに体力がついてきて、まあ1週間か10日ばいたら一回りもやれるようになりますけどね。で、僕はね、22か3なんだ。きつかったですよ。不意にもうやろうかって、何も考えずにもうやろうかんだって、初めて。じゃあ、師匠のところに行って、ここで、ひしまやるに教えてくれ。一から習わない。わからん。全然見たことない。怒られてる。あれはそんな、ひしまやるもんが、どいて知らねえやけ見たことない。あれはそのこやとねえやけど、ひしまちゃっととって。ここはこうやってできないかな、やってくれたら、ああ、これこうやってせないかんかなと思って、最後までずっと勉強でしたね。これは一番あの獅子舞の起きたところの迫力ですがね。それはもう足も体全部使わないできんところで、まあ全部使わないできんけどね、激しいですがね。人災は毎年やるけんの、2年に1回1回持たんね、これが。これちょっと30万。素人は初めてやったら、大体ちょっと潰す。だけど一つ、一回やるのにこれ一つ、当てがうのよ。あの、七頭の人にね。あれ、どうやったら、秋やったかい。大ちゃんの兄貴の頭を噛んだ側。それが一番僕は怖かった。恐ろしかったですね。踊り持って、獅子舞で、あの踊り子の頭をわざというように食らいたわね。俺は太鼓よりになったわけにね、ゴーンって。で、その手外子がぐっと腰が落ちたわけに、あいかんと思って、ほんと、こうやったらけど、その手外子さんが上手にやってくれたわけにね。ほんまの時はみんな心配だな。うん、あれはやりうけんど、あの全然、ノータッチ。うん、もうだいぶ前から10年余って前からやれへんかな。その好きな人がビデオ、僕のここらのビデオと出て教えたんやね、あの羽根翔で。じゃあ中川内のどなたかが指導に行って。いえ、そんな全然ない。全く別もやけど、そこははっきり言う。全く違うもんや。僕が最後にやった時かな。じゃあに、市会議員さんが来て、間違えて踊ってくれんかって言ったけど、それは僕だけじゃいかんの、部落へ計らんや。どうもその羽の小学校にずっとやらせたかったような感じやけど、うちの姉妹はダダンって言って僕は言うたり、それで終わりましたね。マネだね。それマネっていうのは火力になりますよ。部落は違うけどね、あそこでもうちと同じ。それは太夫さんが身持って、うちのが身持っておせたんだと。僕ら真似してやるよりとっても、こっちだと関係ないような感じで、僕らは思ってますからね。まあ、僕ら好きやき、不手とないきん、大事に、スタッフさんにやらせたら、ちょっとでも名護に持たんかな、いうような感じでね。大事にしてるな、自分の子に寄せていたら、なんとかなるような。感じもうけど僕らもないやな、この4年くらい前にやってくれた大ちゃんの子がやってくれて、これでもうおそらく終わりやないかないう感じがありますわね。捨てたくないけどね、そんな年配がついついてやろうかね。いや今までなかったんよそれが。5年前かな、始めた時に
あの黒身の 子供を雇ってきて、6年の子3人と5年の子1人。大人がやるよったらもう子供に無理やり、けど大人と同じことやられたっけね、もうまるっきり同じことを子供にやらせてやるわ最後。うん、今俺この孫かな、19歳で今度家帰ってくるのがね、それ一匹で、それの時になるもんな、大ちゃんなのと40番にボーンと跳ね上がるもん。出ていく気にね、若い人が。で、余計おらんなるわけよね。あの仕事がない気に。まあ、どう考えて、要するに何でも人がおらったら何にもできんや。いうような感じで諦めて、諦めが9分。